成人式の会場でちょっと着崩れがしたっていうのでお困りのお嬢さんもいらっしゃるかと思います。その時にちょっと手を加えると着崩れが治ってくるということもありますので、お教えしたいと思います。まず襟元がこんな感じに緩んできてしまったっていう場合があります。その時は手をここに添えて、でもう片方の手でこちらの襟のところをギュッと引いてください。そうすると治ってきますので、ギュッと引っ張ってください。そうすると治ります。だとこの綺麗になりますので、あとちょっと重ね襟なんかが歪んだ場合はここのところからこう入れていただくと緩みも治りますので。次に、よくあるのが前がうんと下がってきてしまったっていう場合があります。その時はここの中をこうちょっとめくってください。そうするとお歯処理の裏の部分、そこをぎゅーっと上に引いてください。そうすると上に上がっていきます。で、あとはお歯処理を整えてもらうと襟下が上がってきます。あともう一つなんですけども、2つ目か3つになってしまいます。裾をよく踏んでしまったということがあります。そうすると裾がぐーっと長くなってしまって歩きにくいということがあります。その時は自分だけでなくて、ちょっとお友達か誰かにちょっと手伝ってもらって、ここに手を入れてぐーっと上げてください。そうすると裾が上がってきますので、これだけは自分でできないので、お友達の手を借りていただいてしていただいたらいいかなっていうふうに思います。